テフロクロノロジーは、テフラを用いて、地層や地形の変年をする学問分野のこと。火山噴火によって噴出したテフラは、瞬時にその時代の地表面を広域に覆うため、地層中のテフラの同定を行うことにより、その地層の年代が決定できる。日本は火山国であるため、各地に大量のテフラが堆積しており、テフロクロノロジーを用いた研究が数多くなされている。 火山活動だけでなく、地震、津波、地形変化、人々の生活などが、いつどのように起こったのかが解明されている。深海底堆積物や、氷床中のからもテフラは発見され、地球規模の気候変動や、海水面変動などの規模や、年代の解明に利用されている。日本のテフロクロノロジーの第一人者は、町田洋である。町田洋と荒井房は、 アイラ・ TN 火山灰の広域性を見出した頃、東京にも、鹿児島のシラスがある、と吹い調していたという。シラスとは、アイラ・カルデラの大火砕流体積物である。二人は、アイラ・ TN 火山灰のように、日本列島を覆うような分布の広いテフラは、例外的ではないと考えており、次第に発見例が増えるにつれ、テフラは広域に分布する性質のものであって、 広域火山灰の時空にまたがるネットワークを張り巡らす必要があると考えていた。その後、十数年間に多数の広域テフラが見つかり、それらは歴史時代から百万年前までの長い時間に渡っている。テフラからはどの火山がいつ噴火したのかということだけでなく、噴火の規模や様式についても正確な情報が得られる。また、世界に目を向けると、 アイラ TN 火山灰と似にたもの、もっと広域に分布する火山灰が各地で知られるようになった。今後もテフラ同定技術の進歩とともに、陸、海から多数の広域テフラが見出されるに違いないと考えられている。それらは地層や地形の広域対比に有効な資料となり、グローバルな環境変遷史に重要な役割を果たす。例えば、 日本列島起源のテフラが、アラスカや北米西岸地域で認められたり、インドネシアのテフラがインド、北、アフリカなどで探索されたりすることなどが考えられる。しかしそれには、世界各地のテフラ情報の充実が必要となる。ありがとうございます。